信長の野望新生織田家プレイ続きをやっていきたいと思います。前回中国四国征伐の前に今川に引導を渡しました。今川の丘陵を家康軍団に編入します。お伝えいたします。思いつきましたぞ。新さんがござる。思いつきましたぞ。嬉しゅうござる。精神を本格化させる前に光秀を追放し本能寺の可能性を潰しておきたいと思います。確かに。どうぞお任せ。超越至極に存ずる。感謝いたす。ありがたいのう。ありがたく存ずる。感謝いたすぞ。かたじけなし。この場に幸せ。妨害は喜ぶぞ。かたじけない。ありがたき幸せにございます。ありがたき幸せ。承知つまつった。
を頂戴したく。いかがしましょう。光秀を追放した代わりに信盛が家臣として務め上げました。我が案を申し上げる。毛利攻めを本格化する前に浦上を攻め潰します。お指図を頂戴したく。少しの遅れも許さぬ。貴殿にわしを扱えますか。お耳に入れたきことが。この城は我らが落とす。はっ。敵は皆。迎撃が出てこなかったので部隊を二手に分け一気に攻めます。お耳に入れたきことが。落ちぬ城はなし。攻めよ。陣を構える。戦の始まりぞ。岡山を落としました。縛り上げなさい。これより集金に励みます。甘いです。次なる手立てはいかにせん。我が武を示す時が来た。ありがたき幸せ。ありがたき幸せ。任せおる。任されましたぞ。返するとしよう。敵ながら見事。我が武を示す時が来た。天神山を落としました。敵将我が手に落ちた。お指図を頂戴したく。落ちぬ城はなし。攻めよ。我が武を示す時が来た。城を奪ってくれた。津山を落としました。浦上を滅ぼしました。生け捕りとしたぞ。
貴殿にお仕えします。説を変える気はない。下妻雷連配下に欲しかった。恩に切るぞ。手立てはいかにせん。申し上げます。加策を申し上げて。ありがたく幸せ。ありがたく幸せ。かたじてもかしらいたす。聞いてください。お任せあれ。お耳に入れた聞くとは。長き休みをもらいます。側室にしていた直虎が亡くなりました。尼子を取り込みます。お聞きいただけますか。ありがたき幸せ。感謝しています。お互いの喜びぞ。新たな側室をめとります。貴殿をある人を仰ぎましょう。
同じくらい。感謝いたす。ありがたき幸せ。至極に存ずる。ありがたき幸せ。ありがたき幸せ。お耳に入れたきことは。毛利征伐を始めます。貴殿を主と仰ぎましょう。思いつきましたぞ。尼子を家臣に組み込みました。はっ、いざ入館。はっ、エーラよ進め。いざ入館。申し上げる。愚策を申し上げた。命令をくれ。進むぞ。野郎ども遅れるな。次なる手立てはいかにせん。城を落としに行く。ご気に入りは。皆の者、戦の支度だ。是非もなし。全てを打ち果たすまで。最高だぜ。容赦は我らが殿よ。やむなし。守ってくれる。命令を。はっ、いざ入館。優勝は俺らのものだ。鉄砲にて打ち払おう。
射しよう。皆の者、王将へ向かう。敵を蹴散らす。指図を頂戴したか。敵ながら見事。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。新しい世の戦よ。示す時が来た。次なる手立てはいかにせん。高影が出てきました。果たすまで。いざ、我が部をこの戦場に示さん。退路は守り抜かない。敵は皆滅ぼさん。いざ行かん。要所を我らが手に。要所を我らが手に。王将を我らが手に。お命令を。エーラよ、進め。最高だぜ。敵を蹴散らしてやる。おお、仕方ねえ、行くぞ。お命令を。エーラよ、進め。逃すはなし。鉄砲にて打ち払わん。鉄砲隊、敵を打ち払うぞ。次なる手立てはいかにせん。逃すはなし。槍先を抜けよ。うれしゅうござる。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。滅すぞ。はっ。次なる手立てはいかにせん。
お指図を頂戴したく。ご命令を。はっ。王者の守りを固めん。我が策あらば負けぬ。皆も力を振るうのだ。お指図を頂戴したく。王将を我らが手に。鉄砲にて打ち払おう。今が狙いどころぞ。ご命令を。命令をくれ。はっ。敵を攻め立てん。鉄砲隊前に。新しき世、新しき戦を見せてくれようぞ。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。お命令を。敵を攻め立てん。さあ行くぞ。おお。さあ行くぞ。お指図を頂戴したく。身にじってくれぬが。うれしゅうござる。我が戦、新しき世の戦よ。この章、新しき世を呼ぶ風よ。城は我らが落とす。テルモトが出てきました。次なる手立てはいかにせん。王将を我らが手に。エーラよ進め。軍を動かす。続け。ゆえつぞ。要所を取るぜ。王将を我らが手に。ケチはまだか。いざ。この戦場に示さん。鉄砲にて打ち崩せ。やりたい。出番だぜ。はっ。皆の者、王所へ向かう。やったぞ。敵を撤去。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。鉄砲にて打ち払わん。おお、野郎ども攻めるぞ。嬉しゅうござる。さあこいつを食らっても生きていられるか。お指図を頂戴したく。敵を攻め立てん。エーラよ進め。蹴散らしてくれよ。
敵を撃つ。鉄砲を持て。今が狙いどころぞ。我が前に立ち塞がる者らに、ふだけ散れい。速さを味わえ。これこそが我が戦の神髄よ。お指図を頂戴したく、敵を攻め立てん。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。やろうどもやるぞ。お前らの力を見せてみろ。はっ。敵を攻め立てん。敵を蹴散らす。我が軍略にてこの戦消してみせん。はっ。次なる手立てはいかにせん。攻め潰してくれん。いざ向かう。必勝の覚悟のと勇を装備に刻み込め。おめれよ。こう逃がすはなし。我が先鋒今こそ受けるがいい。やったぞ。うん、試される時ぞ。我こそはと思う者は続けい。はっ。敵を蹴散らす。やろうどもやるぞ。お前らの力を見せてみろ。敵を蹴散らす。試される時ぞ。我こそはと思う者は続けい。ルリキラになぞこの国はやれぬわ。鳥取を手に入れました。次なる手立てはいかにせん。城を落としに行く。お耳に入れたきことが。お耳に入れたきことが。お使いいたします。安助が家臣になりました。いい案があるぜ。貴殿を主と仰ぎましょう。この城は我らが落とす。使えてみるもよいか。皆の者、戦の支度だ。行くさぞ。敵を滅ぼさん。陣を構え。貴殿にはお仕えできぬ。ご恩は忘れませぬ。陣を構え。戦の始まりぞ。和衣も石を落としました。お耳に入れたきことが。敵は皆滅ぼさん。ケチはまだか。
逃げしようござる。お耳に入れた聞くとな。戦が始まるぞ。申し上げたし、お使いいたします。お指図を頂戴したく。お指図を頂戴したく。はっ。次なる手立てはいかにせん。ついて参るのだ。くだされ、どうかお任せを。志半ばで倒れようとは。お使えいたそう。我が武を示す時が来た。見せます。受け止まりました。敵は皆滅ぼした。早々に戻るぞ、早々に戻るぞ。皆の者起乗する。
主の力を尽くす。やりましたぞ。お耳に入れた聞くな。承知いたしました。謹んで受け止めます。お指図を頂戴したく。四国征伐も本格化させます。出陣よ。早々に仕上げねばな。我が武を示す時が来た。我が武をご老じたか。皆の者、戦の支度だ。我が武を示す時が来た。皆の者、戦の支度だ。次なる手立てはいかにせん。我が武をご老じたか。皆の者、戦の支度だ。次なる手立てはいかにせん。我らが城を落としたぞ。白地城を落としました。縄についていただこう。貴殿には使えられません。甘いです。阿波を平定しました。止めれよ、城攻めよ。敵は皆滅ぼさん。思いついたぜ。精神誠意お仕えします。
皆の者、戦の支度だ。敵軍、退けたぞ。戦ぞ。敵を滅ぼさん。我が武を示す時が来た。元山を落としました。敵将、我が手に落ちた。お使いしよう。落ちぬ城はなし。攻めよ。次なる手立てはいかにせん。我が武を御浪したか。おお。城攻めよ。川の絵を落としました。池の実としたぞ。お使いできません。我が道もここまでか。敵は皆滅ぼさん。城攻めを始めよう。ケチはまだか。敵を消し出す。ちとお耳を拝借。早々に戻るぞ。お聞き入れくだされ。兵糧が足りず、お香を落とせませんでした。ああ、行くぞ。腕が鳴るわい。見に行きます。ええよ、声を上げよう。行くぞ。お耳に入れたきことは申し上げ。お耳に入れたきことが。ええよ、声を上げよう。行くぞ。
貴殿にわしを忘れます。最後に軍団を再編し、今回は終わりたいと思います。今回は中国征伐の序章でしたので、次はさらに進めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。